Hey guys, マキラチャンネルということで、皆様、今日も動画クリックしてくださってありがとうございます。はい、今日は正直に言って、めっちゃくちゃ暗い話です。ちょっと、本当に子供を降ろそうかと思いました。今、妊娠10週目と4日目なんですけど、何があったかというとですね、私がやっぱり最近ちょっとつわりがひどくなってきました。10週目の夜ひどくなってきて、やっぱね夜がねしんどいんですよ基本的に。で今仲良しな事務所の子に結構家に結構っていうかもう2日なんですけど家に来てもらって、まあお世話してもらって、本当お世話ですね。もうなんか料理作ってもらったりお風呂洗ってくれたり、してもらっています。でまあそんな2日間があり、一緒に寝たりね、してるんですけども、まあ、旦那さんから、まあ、要は嫉妬ですね。女の子と、まあ、自分が仕事で疲れてて帰ってきて、自分が仕事をしてる最中で先に寝るねって女の子と私で言って、寝室に行くと。で寝室に行ったら私たちが一緒に寝てるとっていうことで、まあ、嫉妬をして、そのことについてまず言われたんですよ。僕が女の子とそういうことしてたらいいのかって。私は同性なんで、まあ、同性でもね嫌な人はいると思うんですけど、同性だから別になんであなたは異性で答えて私は同性なんだろうと思ったんですけど、しかもその自分のお気に入りのね、いつもご飯とか行ってる女の子の名前を出して、僕がこの子と一緒にお風呂に入って一緒にベッドで寝てたらどう思うって言われて、どう思う？そっちは異性じゃん。こっち男だったらねまだわかるんですけど、まあそういうことがありまして、でその次の日ぐらいですかね、それ同じ日なのかな、私がちょっと旦那氏にいつもね2時ぐらいに帰ってくるんですよ。あとは朝帰りとか、朝帰りでも少ないんですけど、それがやっぱり女の子と飲んでるっていうことが私は分かってるので、ちょっと今日は仲良しな子がいないから、事務所のこの仲良しな子がいないから、体調悪いからちょっと家にいてほしいと、早く帰ってきてほしい今日はできるならっていう LINE をねしました。でその日は仕事終わってからすぐに帰ってきてくれたんですよ。5時ぐらい、5時6時ぐらいに。で一緒にご飯食べて、あ今日ずっと家にいてくれるんだと思って、ちょっと気が楽だなと思ったんですけど、10時ぐらいに撮影があるって言って出てっちゃったんですね。私割と10時8時以降がやっぱしんどくて、11時12時って本当にしんどいんですけど、そのとこにはいてほしかったんですよ。だからまあ撮影終わったらすぐ帰ってきてくれるのかなと思ったんですけど、まあ帰ってきませんでしたよね。夜中の3時に帰ってきました。あれ撮影終わったらすぐに帰ってきてくれてるのかなとか思ったんですけど、お願いしてもダメなんだっていう。もちろんただ遊び歩いてるってわけじゃないと思うんですよ。何を話してるのかも分かんないし、私はね、もちろん仕事のねこれからの、ね、話をしてて頑張っていこうってしてるのかもしれないし、仕事って本当に大変だと思うし、私はもうほぼ専業主婦みたいなものなんで、 TikTok も YouTube の編集も家事もやってますけど、でもやっぱね旦那さんの仕事に比べたらもう全然多分大したことないと思うんですよ。お金もほぼ稼いでないし、だからそこで本当感謝してます。だそこは責める気はないんですけど、ずっと夜帰ってこない中で今日はお願いしますって助けを求めてやっぱり来ない、ダメだったっていう、なんかすごい悲しさとちょっと不安、これ生まれた時に、ね、自分がやっぱ寝れなくなるじゃないですか。それは自分でもまだ子供育てることを全然分かってないんですけど、子供生まれてからちょっと今日寝れてないから助けてほしいって言って、仕事だからって飲み歩かれたら、まあ しんどいのはもうお互いなのかもしれないけど、そっちも仕事だから。でまあそのことでちょっと私が怒ってしまったんですよ。お願いしたのに結局女と飲みに行ってるって、まあ、言い方悪いですけどね、これは普通に仕事のあれなんで、でも悪い言い方するとそう
なりますよね。まあ、言い方も悪かったのもあるんですけど、まあ、あっちも怒っちゃって、僕は稼いできてるのに稼がなきゃったら家も家賃も払えないでしょみたいな。もうごもっともなんですよ。でも本当に確かに辛いって言って仕事放棄されて、私のそばにいてもお金は稼げないし、じゃあ私がしんどいって言っててもそこでなんかね100万とか200万とか稼いできてくれたら、その分なんか手厚いサポートが得られるかもしれないし、確かに物は考えようですよね。だから相手の言ってることもわかる。でも仕事だからで全部通されると、もうなんか専業主婦、専業主婦って私専業主婦さんにはなんか悪いんだと思うんですけど、そんなにしっかり家事とかできてないんで、サボる、めっちゃサボってるし、毎日綺麗じゃないし、なんかそうですか、すいません、なんか助け求めちゃってっていう気持ちに、この赤ちゃんいるって思っちゃいました。いや、うん、このことについては多分私言い方悪いのかなとも思うんですけど、まあ、あっちの言い分も理解はしようと思ってるつもりです。仕事だからね、ありがたいと思ってます。もう家賃も払ってもらって、光熱費も払ってもらって、好きなものも買わせてもらって、おパンチョ詐欺も揃えて、カービィも買ってもらってさ、贅沢な方だと思います。ありがとうございます。でも、欲張りなのかな。体調悪いからそばにいてほしい。ご飯に行くなら一言、ごめんちょっとや仕事だったから頑張ってくるわとか言ってほしかったなーとかって思ったりとか、あ、私大切にされたらいいのかなーって思ったり、気持ち悪さを分かってほしいっていうのは難しいんですけどね。やっぱり男の人は座りも来ないし、お腹も大きくならないし、なんかもっとポジティブなになりたいなと思ったんですけど、ポジティブに、まあ仕事ならちょっとゆりの要求も丁寧に断って仕事に励んでほしかったけど、まあ逆切れみたいにされちゃったので、もう私はすいませんって、もう助けは求めませんって思いました。いつもその自分の仲良しの子が助けてくれるんですけど、その子ばっかりに頼るわけもいかないし、その子がお母さん、その子がお父さんだわけじゃないので、座りの大変さとかもやっぱ伝えた方がいいと思ったんですよ、旦那さんに。なんかもう気持ち悪いけど、気持ち悪い気持ち悪いって言い過ぎるのも良くないから、気持ち悪いけどやっぱ言わないところもあるじゃないですか。だけどやっぱしんどい、私しんどいよっていうのも伝えた方がいいかなって、共有したいなと思ったんですけど、まあ、仕事の迷惑ですよねってことがありました。ちょっとあの自分のね、本当に昔からお世話になっているリスナーさんとかには本当にもうありのままを吐いたんですけど、今自分この動画を改めて見た時にすごい自分を守りながら喋ってるっていう風になったらちょっと嫌なんですけど、旦那さんを責めろっていう動画でもないんですよ。まあ、こういうことがあったんでちょっと下ろしたくなっちゃいましたっていう自分の記録。旦那を責めてくれ、旦那を嫌なやつだろうってアピールしてるわけではないんです。旦那さんもお仕事本当に頑張ってるし、本当にもう十分なぐらいの生活させていただいてるし、優しいし、ただ自分の中で新たに今後の自分の在り方、もっと自分が強くないと、一人でなんか乗り越えられるぐらいの意思でいないとちょっときついんじゃないかなと思ったので、あの金銭面サポートしてもらってる分、自分は
体調面だったり、ちゃんとお世話、子供のお世話だったり、眠たい、しんどいとかあっても、なんか誰かのせいにしたりせず、一人でも乗り越えられる力を持っていかないと、誰かが頼ってくれると思ったらダメだと思ったので、それを思いました。だからおろすって言っちゃったのは本当嘘っていうか冗談っていうか、ない、旦那氏もおろすって言ったことに関してはすごい嫌がっていたので、それは嬉しかったんですけど、私もそんなこと考えてないし、大切にしていきたいと思うので、自分のあり方を今後考えていきたいなと思いました。ちょっと本当この動画を皆さんに見せて、嫌な思いとか暗い思いとか、義理のお母さんお父さんがもし、ね、虫見てたら、うちの息子の悪口を世間に広めてるとか思わせてしまうかもしれないし、このことは自分の中で抑えておくべきという意見もあると思うんですけど、これは今まで私が YouTube 一人で頑張ってきて自分の記録でもあるので、これはあげたいと思っております。相手を否定すること感じになってたらすいません。自分のあり方を変えていきたいなという決意の動画です、ね、自分の理想を相手に押し付けてはいけないと思うので、強いお母さんになるために修行だと思って頑張ります。今日も、ご視聴くださりありがとうございました。ちょっとごめんなさい、肩置いてるんで、ちょっと肩左右差があったんですけど、すいません、肘なんか置いちゃって、ちょっとなんかハッピーな動画じゃないかったなと思うんですけど、すいません、特に編集もせずに多分あげると思います。ありがとうございました。次の動画は明るく元気な動画になれますように。またねー。